こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ん？おお、美味しかったよね、今日ね。うん、鍋でしょ？うん、やっぱり冬は鍋だよな。うん、で、鍋はさ、いろいろ入ってるのがなんかいいよね。うん、何好き？うん、あ、そうなんだ、白菜。うん、美味しいよな。うん、そう。でさ、いろいろ入ってるっていうことではさ、今日いろんな賞が発表されたあのゲームのイベント、ちょっと今日はその話をしようと思う。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全36アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。はい、配信300回を迎えたら、この15秒間の冒頭のこの口上、これをね、変えていこうと思いますんで、楽しみにしててください。さあ、今日はですね、まあ、ゲーム実況をね、普段私やっていますが、そのゲームに関連する大きなトピックが発表されましたよね。はい、ザ・ゲーム・アワーズ2020。はい、アメリカかな、アメリカで発表された、まあ、今年の、まあ、ゲーム、今年の、優れたゲームをね、表彰するというイベントです。で、まあ、どこかの、なんだろうな、メーカーがやってるとかじゃなくて、本当にそういう審査員とか、メディアとか、いろんな人たちが、ニュートラルな、人たちが、作った、まあ、アワードなので、まあ、いわゆる映画で言うとね、アカデミー賞のような感じかと思います。そのゲーム、ザ・ゲーム・アワーズ2020というのが開催され、まあ、いろんな賞がね、発表されたと。はい。今年のその大賞はですね、ザ・ラスト・オブ・アス・パート2と、なんかラス・アス2と、呼ばれてるゲームです。はい。私はこれプレイしたことがないんですが、プレイステーション4のソフトということで、ものすごく人気なソフトだそうです。はい。で、気になって見てみましたよ。うん、見てみまして、いや、すごいですね。すごいですね。確かに対象のゲームだけありますね。ものすごくリアルで。で、しかもストーリー、重視という話らしく、で、まあ動画もね、一部見てみましたが、まあ確かに没入感が半端ないですね。本当にもう映画ですね、あれね。いやー、すごいですね。うん。いやー、びっくり。で、まあ、いろんな賞、まあその対象をね、優れたゲームということで、ラサス2が、まあ、注目されていますが、それ以外にもいろんな賞を取った、まあ、リストに上がったね、ゲーム群も、やっぱりね、ああ、今年のゲームだな、今年を代表するゲームだなっていうものがいっぱいあるので、皆さん、ぜひ検索をして、ザ・ゲーム・アワーズ2020、受賞者リストっていう多分キーワード入れると、そういう賞が見つかるかと思います。日本の場合だと、ベスト・ファミリー賞に、集まれ動物の森が、受賞しているということですね。うん。そう。ですから、各部門受賞作品リスト、各部門受賞作品リスト、ゲームスパークなどで検索すると、リストが出てきます。まあまあまあ、アカデミー賞と映画ので言うとね、アカデミー賞を、まあ、取った作品なんかは、まあ、あんまりこう、外れがないというか、まあ、見て大丈夫だろうみたいな。安心だろうみたいな、そういうね、信頼感がありますけど、ゲームに関してはどうなんでしょうね。私はこのゲームはプレイしたことがないんですけど、そうで、気になってレビューとかいろんな記事見てみたら、結構ね、やっぱりそのストーリー没入型らしく、ゲーム実況が、シェア禁止、PS4 で禁止になってるとか、あとはその
パート2の続編のゲームなので、なんか前作との、ストーリーを重視している人には意外とレビューが不評だったりとか、結構ね、ネットで調べると、まあ人気作だからこそ、まあそういうね、いい意見悪い意見、まあ両方とにかく物議を醸すということなんでしょうね。いやー、だからね、ほんと時間があったら本当、まあ映画を見る感覚でなんか確かにプレイしてみたいなというふうには思いました。はい。で、その、ザ・ゲーム・アワーズなんですけど、まあ僕はそのあんまりそれに関する情報は今までキャッチアップしてこなかったんですが、どうやらですね、なんかいろんなこう、デモンストレーションというか、告知というか、メーカーのその番宣じゃないですけど、そういう PR 発表みたいなのが実はかなりあるらしいんですよ。それもね、ゲームメディアとかウェブとかでたくさん出てます。で、その中に、はい、フォートナイトあったんですね。で、もう今日のアイテムショップの中に出ていますが、ヘイローという、まあ、マイクロソフトの超有名タイトルの、ヘイローという、まあ、バトルアクションゲームがあるんですが、そのキャラクターが今日アイテムショップに並んでましたね。で、それに関する、PR 動画が、そのゲームアワーズでプレゼンされていたと。で、あとさらにウォーキングデッドという映画があって、それのキャラクターも、いずれスキンの方に、アイテムの方に並ぶということも発表されたようです。なんかゼロポイントっていう今回のテーマ、なんかいろんなものをゼロにするっていうか、いろんなもののコラボが来るんですかね。なんか YouTube を見ると、今回のマップの左上の方にあるね、特定の区画されたなんかこうバリケードが張られたエリアがあるじゃないですか。あそこも実は何かのコラボの、前触れなんじゃないかっていう考察動画なんかも出てるみたいですね。そうだから結構いろんなコラボが、まあ、来るのかなというところです。でですよ、で僕自身がその中で注目したのはそのヘイローに関してなんですね。にょってなんだ。ヘイローに関して、まあ、これは、リークアカウントで得た情報なので、ちょっとここからリーク情報を聞きたくない人はここで一回もう今日はスキップしてください。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。今日はリーク情報を聞きたくない人はここでスキップしてください。はい。で、そのヘイローに関してなんですけども、どうやらそのヘイローって、まあ要はアクションゲームなので、まあ要はその FPS の走りみたいなもんですよ。元祖みたいなもんですよ。なので、そのヘイローの気分になって遊べるというような、実はマップが公開されるという話なんですよ。で、しかも公式です。公式で、そのマップに関してはもう画像がね、リーク画像出回ってます。で、まあそれだったら単なるコラボというかね、ちょっとしたシーズンイベントっていう風に捉えられるじゃないですか。ただね、噂ではこれ、その地形エディターというか、ちょっとね、特殊な地形っぽいんですよね。そうだから、地形のその特殊な地形だとすると、もしかしたら新しいクリエイティブのパーツとして今後使えるんじゃないかという、まあちょっとね、希望的観測が、妄想がですね、私の頭を、脳内をまあまあ満たすわけですね。そう、まあフォートナイトの地形に関しては、前回ラジオでもお伝えしたように、その地形エディターっていうのがそもそも存在するので、まあそれ自体が実装されない限りは、まあ地形についてね、わーいって大喜びするっていうほどでもないのかもしれませんが、まあそれでもね、なんかリークされた情報を見る限りは、なんかね、あんまり見たことないような地形なんですよね。だからね、ちょっとね、そのマップ楽しみなんですよね。はい。いやー、だからゲームアワーズというね、ゲームの、まあ、祭典に関しても、フォートナイトでもね、こんな情報が出てくるということで、来年はちゃんとキャッチアップしようと思いました。
はい。さて、このラジオ配信なんですが、もう280回を、前にして300回以降のね、ことをどうしようかなと考えております。で、Apple Podcast や、Google Podcast、 それから YouTube、 ニコニコなどなどいろいろ配信してますが、いやー、皆さんどんなアプリで聞いてるんでしょうかね。 YouTube とかニコニコとかが多いんですかね。そう、なんかね、やっぱり自分が配信したものを振り返りつつ300回の、企画を考えたいなと思うわけです。で、まあ300回ですから、まあほぼ1年ですよね。1年経つので、いや、そろそろね、僕もまた新しい何かを考えなきゃなと。そう、この企画をいろんなね、企画を考えたいと思うわけです。はい。まあでも本当ね、皆さんのコメントとかいただけるとね、いつもね、嬉しくて、まあ毎日頑張って配信しようっていう気にはなるわけですよね。本当ね、ありがたいです。ラジオはなかなかね、バズるってことないので、本当聞いてくださる方はね、嬉しいです。何か皆さんも、こんな企画いかがですかというのがあれば、ぜひぜひリクエスト、コメント欄などハッシュタグなどで、いただけると嬉しいです。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。